どうもベタです。パワサカやっていきたいと思います。本日は青空タックでスタジアム用のキーパーを作っていきたいと思います。でデッキなんですけども、ルナちゃん、トビタ、新島、赤堀、口原、田原くんとなっております。でこの高校はですね、守護神もらえるということで、まあ、キーパーの金徳、欲しい金徳が7個取れるということでやっていきたいと思います。自分はちょっとまあ新島入れてますので、まあキーパー専用キル、金徳では6個なんですけども、使える金徳7個なのでやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。でとりあえず新島ちゃんの評価を上げて告白を呼び込みます。いやー、この高校はね、技術がちょっと足らないんですよね。難しい。テクニックは多分90いけるかどうかなんですよね。 S は攻めていきたい。そうじゃないとさすがに使えない。うん、新島いいね、いいでしょう。曲がるシュートだっけ、技術。あ、当たってた、よかったよかった。新島ちゃんはね、いろいろと特攻ボーナスがあるのでありがたいですね。はい、スピード。イベントがちょっと重いからね、ちゃんと進んでほしいですね、それだけは。お、新島がちゃんとメンタルにいるのはありがたい。うん、いいでしょう。え、そろそろ新島ちゃんも評価上がってるね。ってことは、タワルくんどんどん上げていこうか。タワルくんと飛びたくん。で、おー、ダブルタックいいね。ダブルタックいきましょうか。敏捷ボーナス持ってんかな。すごい敏捷が上がってる。おお、いいね、告白来ました。で青空アタックが始まるまでに、デート済ますと結構楽になりますね。でもうこれはちょっとよ、評価上げておきましょうか。うん、いいね。俺も高さが欲しい。でオフェンスが上がった。まあ別にいらないんだけど、フィジカル。なんでだ、それはいらないよ。で、飛びたくんいっときましょうか。ビハインドか、ビハインドはちょっと使えないんだよな。お、金徳イベント来ましたね。で、交通がダブルタックか、弱いな。この2人のダブルタック弱すぎやろ。飛びたくん、コーナー回避が点、まあビハインド以外。マジか、痛いね。これは虹島のデート行っておきましょう。いいね。これはこ真ん中で技術もらっておきますね。技術絶対足らなくなってしまうので。でちょっとデート多めでいきましょうか。これは上ですね、技術もらえる。お、飛びたくんも1回目の金徳イベント来ましたね。ワンタックはいかない。でももう評価上がってるね。新島行きましょう。これは体力消費の方でいこうかな。で、ダブルタックか、まあ踏んでおきましょう。いいねー。うん、成功成功。おっと、2回目が進んじゃったな。テクニック上げときましょうか。確かタクルナはテクニックなんですよね。いや、それ以外はディフェンスもあるので、ディフェンスも上げときましょう。60とりあえず。で、デート行っておきましょう。いや、でもデートこれ回復ねえぞ。次だ、回復は。でも次ってあれだよね。確か青空タックだよね。技術もらいまーす。あ、次の次か。オッケー。じゃあこれでデート完走させちゃいましょうか。うん、デート行きましょう。いいね。ダイナモ。で、これで
始まるのですが、いやこれは矢部くんだな。あ、3タック、さすがにこれを踏みましょう。3タックは矢部くん行こうと思いましたが、3タックは踏みます。ヒット打ってほしいな。ヒットヒット、シングルヒットで、あ、ナイス、いいね、ありがたい。いいえ、で、ワンタックだ。お、矢部くんいるじゃん。矢部くんでお願いします。モブか、ヒット、ナイス、いいね。で、いや、ここはちょっと行きたくない。あー、ここも行きたくない。矢部くん、あ、でもな、メンタル踏んどきたい。新島かマネッコの子、どっちか。あー、ホームラン打っちゃう、やっぱりスバルくんな、光ってたからな、特にホームラン打ちやすくなっちゃうんですよね。まあ技術読んじゃってもらえてる、ありがたい、いいでしょう。で、メンタルかな、これは。矢部くんかマネッコの子、矢部くんがいいな。矢部くん、お、いいね、シングルヒット、ナイス、いいでしょう。タワルくんに聞く。おー、2個目進んじゃ、あ、2個目、3個目、お、成功した、ナイス、いいね、いいね、いいね。超テクニックとかも上げておきましょうかね。はい、上げておきましょう。で、どうする、赤堀くん踏むか。シングルヒットでお願いします。お願い、ナイス、いいよ、空中戦、ありがたい。メンタル、お願い、ヒットで、ヒット、ヒット、ヒット、満塁ホームラン打ちたいんだ。ナイス、いいよ、次だ、次のホームランをどうやって打つか。お疲れ、フィジカルください、ナイス、いいね。で、これの満塁ホームランをどうやって打つかなのですが、どこ狙っていこうかな。ここですね。はい、ホームラン打って、宇戸くん、宇戸くん、宇戸くん、あー、打て、ナイス、いいね、ありがたい。これで守護神もらえましたね。技術はどれだけもらえる。おお、120もらえるの、ありがたい、すごい助かる。2290、やっぱ出ますね、満塁ホームラン打てたら出ます。で、技術もまあなかなか今のところもらえてるのかな。あー、強星か、痛いね、それは痛い。新島ちゃんかも、新島ちゃんおいで、スバルくんか、ヒット打って、ナイス、いいね。で、ちょっとこれはダブルタックですが、メンタルいきましょう。ヒットでお願いします。アウト、まあ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 、いいでしょう。うん、で、新島ちゃんはここ回復ないので、はい、で、ここはちょっといけないな。新島ちゃん行っておきますか。新島ちゃん、ナイス、いいでしょう。はい、2回目、2回目、金徳結構進んでるのかな、体感だけですか。うん、なかなかいいね。お、4タック、ナイス、いいね。マジか、こんなとこで4タック見れるとは思わなかった。で、ヒットも打ってね、ヒット打ってね、ヒット、ヒット、シングルヒット、ナイス、いいね、ありがたい、すごいありがたい。うん、これなんだっけ、ハードワークだっけ、カバリンか。これはもうディフェンス上げれますね、今さっきのやつで上げれる。
まあとりあえず100にはしたいけどね、ディフェンスね、したいけど、タックめっちゃ来るやん。こんなタック来るん、どうしよう。これ誰もいないからアタックルナ行こうか。いや3タック行きたかったな。無理だな、怪我するな。ハイボールキャッチください。残念、いないファー。体力消費は痛いです。ん、定食屋、アジの開き、体力回復だよね確かこれ。ナイス、いいね。で、最後ホームラン狙っていきたいのですが、やっぱウドくん狙いか。ウドくんホームラン打って、ウドくんで合ってるよね。打て、ナイス、2本目満塁ホームラン。これはモブじゃないやつが結構多いから結構得点高いはず。セービングつかみますね。まあ技術72大きい、いいでしょう。はい、これはな、励ます。でどうする、もう振っちゃおう。いいやいいや、ちゃいちゃい、いけるいける。いやこれはちょっと無理だな、無茶があるね。で技術もらいに行きますか。矢部くんいるし、矢部くんかも。矢部くん違う、シングルヒットでお願いします。ナイス、いいねモブ、いいね、助かる。お、体力回復ありがたい。でシングルか、新島ちゃん狙いに行くか。新島だな、新島カモン、新島ヒット打ってな、ホームランとかやめてや。ナイス、いいよ。今日ツーベース出てないのがありがたいですね。うん、すごいありがたい。ハードワーク、ありがたい。でこれウドくんホームラン打っちゃいそうだから、矢部くん行きましょう。矢部くんヒットね、ここでツーベースとかかまさんといてや、本当に。矢部くん空気読んでね。ナイス、イディアンス、イディアンス。あ、ミスター、違う、今の間違えましたね、選択肢。あー、ガンダーはいいですね。ヒット打ってくれるから、これは進めておきましょう。はい。あ、100で潰してよかったかな。まあいいでしょう。はい、ガンダーくんヒット。ナイス。で、最後、ウドくんあたり踏みたいね。で、おー、いいね、ウドくん。行くか、ウドくん。カモン、ウドくん。もう一回ホームラン打って。ウドくん、頼むわ。あ、モブか。ヒット。ナイス、いいよ。ホームランでもいいけど、ホームラン打てないだろ、こいつは。さすがに。で、おー、ここ行くか。テクニック行くか。これはテクニックだな。ホームラン打て。ホームラン。3本目の満塁ホームラン。頼むで。あー、まあ、シングル、まあ、いいでしょう。まあ、いいでしょう。足でやる。うん、いいね。体力回復させて。ありがたい。いいね。おー、4129か。やっぱり満塁ホームランが出ると違いますね。あとは4タック踏んだからね。カモン、いいよ。倍回。うん、まあ、4タック来たから進めとこうかな。あー、これはここですね。はい、4本目の満塁ホームランお願いします。スバル君行けよ。ナイス。え、3本目か、3本目の満塁ホームランだね。3本目、これで守護神技術120はありがたいね。もう1本打ちたいな、もう1本。うん、行きたいけどダメだ。メンタルいっていきましょう。ヒットね、スバル君。ホームランいらないよ。ナイス、いいね。いいでしょう。成功して、ナイス、成功したー。シュートレンジだっけ、これ。シュートレンジはいらないんだよなー。いや、行きたい。ガンダーいるから行きたい。まあいいか、これは。普通にヒット打ってもらいましょう、モブに。
頼むで、モブ撃ってな。ホームランか。痛いね。これはちょっと痛いね。あと1本ホームラン打ちたいな。できれば。打撃練習、技術ちょうだい。いいね。技術を打っていくと。ダブルタックだけど、これはメンタルいっていきましょう。次の練習とか考えるとね、メンタルがいいですね。はい、ヒット。ナイス、いいよ。技術もらいましょう。口原くんの金徳イベントが進んでないよ。頼むで。で、口原くん行きましょう。矢部くん来て、矢部くん。打席は矢部くんでお願いします。矢部くんヒット打ってよ。ホームラン打つなよ。いいね。まあ、変なとこでホームランは今日ありましたが、結局、ツーベースが一本も打ってないんですよね。ツーベース打たないのが一番助かる。ここだな。来いよ。シングルヒットでお願いします。シングルヒット。シングルヒット。ナイス、いいね。見合って見合って。あ、金徳は全然進んでないな、アトイブが。うん、一緒に取ろう。逃げちゃったよ。で、ホームラン狙いなのですが、ウド君引けるかな。ウド君引きたいな、ウド君。ウド君、カモン、4本目の満塁ホームラン打たせて。カモン、ナイス !4 本。ありがたい。無失点のコツもらいましたね。わかった。7、6、5、4。もう一回チャンスになるんか。いけるかな?さすがに、5本は打ったことないんだよな。矢部くんヒット頼むで。おお、ここで潰しちゃった。矢部くん。まあ、矢部くんらしいか。でしょう。はい。もしかして控え?控えか。まあ、振らずに行こうか。まあ、キックだけ振っとこうか。Cぐらいにしとこうかな。無失点は振っときましょう。まあ、これぐらいにしとくか。はい、行きましょう。はい、点取られちゃいましたね。まあいいでしょう。あとはどうすかな。とりあえずメンタルいきましょう。いや、あとイベス進んでね。ホームランか。まあ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 、あとイベが進んでくれない。精神が余るぞこれ。ワンタックか。あ、メンタルかな。すごい余りそうな感じするけど、精神が。ホームラン打て。アウトか、残念。あと指が進まないね。残念だ。お、3タック、行きましょう。いや、こんなタック来るん、このデッキ。結構来るね。口原くんじゃなくて、田原くんが欲しかったな。せめて。で、金徳、全然成功してない。まあでも、ね、結構、野球部との合同、金徳失敗したけど、結構稼げてるんですよね、経験点は。まあ、稼げてる理由として、4タック3タック来て満塁ホームラン4回打ててますからね。経験点はこういう風に稼ぐんだっていう回ですね。で、どうすっか。敏捷余っちゃうな、これ。敏捷余っちゃう。
守護神も、まあ、守護神はまあ最後コツくれるかもしれないから置いといて、カウンター振りましょう。ロングスロー、キキサッチ、まあとりあえずこんなもんすかね。フィジカルを振っとこうか。はい、ではやっていきましょう。どうすかな、迷うね。技術かな。テク俵くん行きたい、行きたいけどこれ失敗しそう、怪我しそうだからやめときまーす。はい、しっかりとやっていきましょう。はい、終わりましたね。あと1試合です。で最後はなんか変なとこに集まってる。まあ技術いきま、でテクニックいきましょう。おい、で、テクニックを上げちゃうか特能を振っちゃうか。とりあえず特能を振るかね、もらえなかったし。集中力はもしかして後でもらえるので、こうかな。はい、ではやっていこうと思ったけどこれは精神余るね。ちょっとスタミナ振っとこうかな。 D ぐらい。かな。あ、ビハインド振っときまーす。はい、これでやっていきましょう。はい、はい、終わりましたね。まあ1点取られちゃいましたけど、まあこれで最後 PK 勝負で集中力くれたのかな。まあアトイベが2個金得進まなかったのが痛いけど、まあ経験点がいくら出てるかですよね。キーパーで結構出てるはず。まあここは正直キーパーと関係ないから。はい、ナイス PK。 はい、いいね。うん、いいでしょう。8570。まあこれはキーパーでこれぐらい取れる高校はないですけど、うん、まあ満塁ホームランのおかげですね。あ、ホームランはこういう風に打つんだよっていう回でしたね。ただ。技術がちょっと足んねえな、やっぱり。まあ、適当に振っていきましょうと思ったけど、印象がただあまりだ。どうしよう。どうしよう、どうしよう。適当に振っていきたかったんだけどな。ほら、ほらよ。いけ。で、逃走し。どうすっかな。すごい敏捷が余りましたね。ファーストゴール。ファーストゴールなんか意味ないわな、この。どうしましょう。カバーリング。マッチアップ、ここら辺関係ないし。まあ、適当にスピードでも上げますかね。ね。こんな感じで。あとは触れる特の。振ってしまって終わりでいいかな。技術がちょっと余ったぞ。パスでも貼りますか。はい、これで終わらせて、あ、ちょっともうちょっと考えよう。回復はいらないか、さすがにね。意外性もいらない気がするけど、まあ回復よりかはいいだろう。回復は絶対いらない、キーパーだもん。はい、これで終わらせていただきます。ホームラン、満塁ホームランですね。4本打てたってことは収穫です。まあこういう感じに、あのホームラン打てない人は真似してもらって、まあ全然ランクは出てませんが、ホームランの打ち方はこういう風に打てばいいかなと思っております。ではご視聴ありがとうございました。また、いろんな動画上げていきたいと思っております。はい。
よろしくお願いいたします。ペタでした。